こんにちは。マリサだぜ。霊夢だよ。こないだの、アプデで追加されたシトロエン DS やん。できたら、初期型の方が良かったわ。私もそう思うぜ。フランスつながりで、クリスチャンサロンを載せてるぜ。じゃ、今日はシトロエンの話？ちゃう。え、もしかして。そや、これや。もう、バーチャファイターチャンネルね。裏技で、ちょっと長めのをやるぜ。で、どんなん？設定としての正式な名前があるのかないのか。不明だが、あのネームエントリー画面に、出てくる、アルファベットのキャラのだぜ。バーチャファイター3といえば、あれね。最初は、自分がアルファベットになるぜ。ノーマルモードのアキラ相手だ。ウプ主は、パイね。パイしか動かせないしな、性能は変わらんし。ま、気軽に見ようぜ。ウプ主の戦い方は一緒ね。そりゃそうだ。ダウン攻撃炸裂。わかっていても、動きが面白いな。また炸裂したわ。A から E になってるな。食らうと、バラバラになる。ネームエントリー画面も同じね。バラバラから戻った後は L になった。あなたには空腹が足りないわ。アルファベットがセリフを言うのが面白いな。ポーズもね。最初は A で、食らってバラバラになったら I になった。ウプ主、また蹴ってダウン攻撃ね。ま、ウプ主のワンパターンな戦い方だな。ま、一人目だからな。そうねえ、食らってもバラバラにならなかったが L になった。あなたには空腹が足りないわ。確かに、最初は A ね。一人目でガードするなよ。食らった、バラバラ。次は F になったわ。ウプ主、相変わらず、入力ミス。お、一発食らって H になった。次は M になった。あ、投げた。手首はあるからな。蹴って、蹴って KO。よくできてるよな。やっぱり空腹足りないわね。もう一人見るか。ウルフだわ。ウプ主が今回実家から持ち帰ってから。ウルフと戦うのは初めてだな。砂漠ステージよね。リングジャーアンジュレーションを。つけようがないよな。A から始まって、食らっていいね。蹴って、食らって H になった。ウプ主、蹴ってダウン攻撃パターンだな。近づいてきたところに。ウプ主、同じ攻撃、つまらんな。空振りして、食らって J になったわ。どうでもいいけど、KO。あなたには空腹が足りないわ。ウプ主、ジェフリーやウルフは得意だぜ。ほんと、ワンパターンだな。難易度ノーマルだけど、二人目だしね。ガードしてきたが、いけるだろう。エスケープ使ってきた。はいはい、いつものね。炸裂させたけど、もう一発？決定、エクセレントだぜ。おお、なるほど。あなたには空腹が足りないわ。エクセレント勝ちで食らってないから A のままだ。そうね、一回も変わらなかったわね。今回は2発食らって、A、E、K に変わったな。回し蹴りで、ダウン攻撃。炸裂させて、もう一回、回し蹴りで、ダウン攻撃炸裂。結構派手に吹っ飛ぶな。はい、KO、楽勝だわ。やっぱり空腹足りないわね。またアルファベットが踊った。ってな、感じだぜ。たまには面白いわね。じゃ、次は逆にするぜ。青いがアルファベットになるのね。そうだぜ。難易度ノーマル、二人目だ。青いも独特の動きよね。マシだがな。見下ろすと、アルファベットが変だ。すでに食らって A から F に。また蹴られて、K、ダウン攻撃で M に変わる。そこで食らって P に変わった。そこで、P でパイを投げたぞ。立ち上がったパイに食らって R に変わるわ。ガードするも食らって U、また食らって V に。投げて、蹴られて Y になり。また蹴られて KO の表示と同時に、エンドになる。バラバラー。あなたには空腹が足りないわ。AFKMPRUVY エンド、と変わったわ。たくさん変わったぜ。今は足上げるとき当てて J、下ろすときにも当てているよ。ダウン攻撃で O、立って U、食らって R、次食らって T。蹴られて W、次蹴られて Y、食らって L。KO されて、エンド。バラバラー。足りないわ。
AFJLORTWIL エンド、ね。蹴って、DF。ダウン攻撃で、間は、蹴られて、L、N、ダウン攻撃炸裂で、Q、蹴られて、U、V、ダウン攻撃失敗、フライまくって、XYZ、回し蹴りで、エクセレント、エンドだ。バラバラー。ADFILNQUVXYZ エンドだわ。この実況疲れる。次、難易度ノーマル、4人目のサラナ。もう、ウプ主、ストレート負けしてほしいわ。ウプ主、回し蹴りで、A から G でダウン攻撃失敗。ウプ主、G に大技食らう。蹴ったが、一発しか当たらず、J。サラ、強いわ。蹴って二発当たり、M から O。ウプ主、食らいまくっているわ。ウプ主、ダウンから大技食らって、またダウンしてるわ。サラは O から変わっていない。蹴って R、2発目で U、ダブルダウン攻撃で Z。Z のまま大技食らい、蹴られて KO 取られる。残り2秒で負けたわね。長。AGJMORUWZ、ね。強いと食らわんし、変わる回数も少ないな。もう、ウプ主、攻撃するなよ。サラのアルファベット変わってるやん。ウプ主、反撃されてるわ。なんか、ウプ主とサラの戦いって長いよな。食らっとけ、寝とけ、ウプ主、まだやるのか？決定、KO、サラはエンドでバラバラ。バラバラー。だから、勝つな。ウプ主、回し蹴りで、A から E を。決定空振り。入力ミスしてるぜ。決定、G から I になったわ。ダウン攻撃炸裂で、L、決定、B になるも大技食らう。食らえ、食らえ、寝とけ。立ち上がって、決定、R よ。空振りしながら当てて、S ね。蹴られて、蹴り返して当たって、V。とついて、W、X、決定 KO、エンドになる。バラバラー。やっぱり君も足りないわね。AEGILPRSVWXZ、エンドだわ。A から E になって、やられてる。ダウンから蹴って当たって、H ね。当てて、J、K、L と変わった。L に投げられる。エスケープで避けられる。ウプ主、L に蹴られる。ダウンから蹴って、B ね。もう一発で、S よ。S に蹴られて、飛んで KO。結局、5セット行くんだな。アルファベットに笑われた。AEHJKLPS、ね。やっぱり勝つと、少ないわね。最終セットは、E にやられて蹴って、L だ。ダウン攻撃炸裂して、N、N に階段から落とされるも、蹴って、B になる。B、ガードする。ああ、B に投げられた。そこを回し蹴りで、S、ガードされながらも当てて、A、U、ダブルだ。避けられ、ダブルに食らった。回し蹴りを当てて、Y だ。蹴って KO、エンド。バラバラー。ウプ主、さらに勝ったぞ。ALNPSKUWI、でエンドね。ほんと、この実況疲れる。アルファベット、どうだった？面白いけど、実況のやり方変えましょう。せやな。ま、アルファベットはこれで終わりだぜ。エンディングは、ノーマルモードで。コマンド入力が出る裏技で終わるぜ。あー、知ってる。トレーニングモードで、普通にできるやつね。そうだぜ。パイからね。当時は見ていて新鮮だったな。今はボタンとレバーの絵が動くわ。そういや、あるな。ウプ主なんか、戦うのに必死で。横の、コマンド入力なんて見れないがな。こんな風に録画して、一時停止や巻き戻しができないと、見れないわよね。ウプ主も、今になって見れているって感じだな。まあ、自分のコマンド入力を見たところで、これしかできないけどな。そうよねー。見て上手くなるんなら、みんな、超難しいコマンド入れて、めちゃくちゃ強くなるわよね。それは、それで面白くなさそうだな。そうよね。少なくとも、ウプ主は、ゲーセンで、画面にコマンド出している。人を見た記憶はないぜ。画面は賑やかになるけどね。しかし、ウプ主、ガードボタン押さないな。だから、ガードが甘いんだね。親指をほとんど使っていないぜ。と、言われても、今さら治らないだろうね。いつもの、ウプ主の攻撃パターンだな。
エスケープも、あまり押さないわね。それに関しては、まだリハビリ中だな。バーチャファイター3がゲーセンで、現役で稼働していた当時は、対戦が始まる前から、サッカーの PK みたいに、PK？ パンチキック？ちゃう、ペナルティキックや。ああ、相手が動き出す前から、とりあえず、エスケープボタンを押してたぜ。珍しかったのね。多分な。ああ、それと、ウプ主は、ゲーセンで、さっきの、アルファベットを使っているのを見たこともないぜ。そうだろうね。それと、ウプ主のドリキャスだが、実家から持ってきて、ちゃんと動くか？と思ったが、ご覧の通り、問題なく動く。そうよね、この動画が録画できるんだから。買ってから遊びまくったが、修理に出すこともなく、現在に至るんだが、調子、良さそうだけどね。最初はいいんだが、1時間くらいかな？遊んでいると、急に真っ暗になったり、それで、再起動させても、ディスクが入っているのに、ゲームディスクを入れてください、と表示し続けたり、動いて、ドリキャスの起動画面になっても、次のセガのライセンスの画面のまま止まったり、ま、毎回ではないんだがな。まあ、古いからね。でも、マシな方じゃないの？多分な、次の日には普通に動くし。ネットには調整の仕方や、分解法まで出てくるわ。なんとでもなりそうだがな。部品がなけりゃ、ジャンクの安いドナーなんか、いくらでも手に入るしな。ヤフオクやメルカリにいっぱい出品されてるわ。まあ、今のところ修理の必要性は感じないが、周辺機器、と言っても、アーケードスティックね。これも、ご覧の通り動いている。2個持ってるもんね。当時は、ネット対戦もなかったし、みんな、アケコン2個繋いだもんだ。今は、ネット対戦だから1個で十分ね。ウプ主も1個しか買っていないぜ。時代とはいえ、ドリキャス純正を。2個買っといて、正解ね。そうだよな、ジャンクでも高いしな。できたら、プレステ5でバーチャファイター3を、配信でもなんでもいいから、遊べるようにならんかな。バーチャファイター3は未だにドリキャスでしか、遊べないね。人気の問題かな？ウプ主みたいな変態や、知らない世代が遊んで、ハマる人たち、絶対いるぜ。やっぱり、アンジュは面白いよね。鈴木アンジュ。もう、永久中に。気長に待とう。生きてる間にね。それと、まだ裏技あるの？まだあるぜ。そのうち、小出しにやっていくぜ。今、ステージ7の旬と戦ってるわね。それも、難易度ノーマルのな。負けてるけど、コマンド入力の裏技だから、いい。そうなの。旬、寝てる。まあ、いい。グランツーリスモ7のアップデで今走ってる、シトロエン DS も出たし、SM や CX や、新しいところで C6 も出てほしいが、無理だろうな。じゃ、次回は車関係のネタ？久々にやろか。か、廃墟戦争移行心霊スポットなんか、どう？大好きよ。はたまた、全く新しいネタかも。楽しみね。ふっふ。なんや、それ？それより、2セット取られたわよ。構わん。そろそろ動画も終わりそうだな。じゃ、ご挨拶しましょう。今回の動画はこれで終わりです。最後までお付き合いしていただいた皆様、ここまでご視聴いただき、ありがとうございました。また、長い時間、お疲れ様でした。何かお気づきの点やリクエストが、ございましたらコメント欄に、もし、この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録と高評価をいただけましたら幸いです。それでは皆様お忙しいところ、ご視聴いただきありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。それでは皆様ごきげんよう。ゲームオーバー。